地震計、地震計は地震の際の揺れを計測する機器である。地震計は地震により発生した地震動、地面の動きを計測し、記録する機器である。震度計、正確には、計測震度計は地震計の一種であるが、計測された地震動から、計測震度を算出する気を持つため、特に震度計と別称されている。地震計は、 地震動を計測するセンサー及びそれらを記録する計測システムによって構成される。地震計は3次元空間の XYZ の3成分のセンサーを備え、それらを直行する南北、東西、上下の各方向に揃えて設置することで地面の3次元的な動きを把握できるように設置することが一般的である。 しかしながら、観測目的によっては一つまたは二つの成分のみ、計測することや、南北や東西とは異なる方位。例えば、建築構造物に平行な向きなどにセンサーを配置することもある。地震計は目的に応じて多様な種類があり、古くは始皇帝の時代に、すでに存在した地震の揺れにより、竜が加えた鉄球が落下する簡単な仕組みのものから、 地球の裏側で発生した地震の人間には、漢字なような、わずかな揺れを検知できるもの、震度階級最大の激震が生じても記録できるものまでいろいろである。気象庁では各地に設置された地震計の情報を集積し、発震時刻と震源地を決定し、マグニチュードを算出する。これに合わせて津波の発生の予測を行う。また、 震度系の情報もリアルタイムで収集し、震度情報として発表する。地震系の基本的な動作原理は、地震系の中に入っている重りを不動点と仮定し、地表面の揺れを相対変異として測定する。これを極論すると、地球の自点に合わせて移動する中に浮いた状態のがあり、重りの位置に対して、地上の事物がどのくらいずれたかを測定することを意味する。 地震計の構造は、単振り子によって説明される。ただし振り子の長さが数センチ程度の単純な単振り子は、周期が短く、ごく単周期の地震動しか捉えることができない。そこで様々な方法で周期伸ばしが行われている。単純な方法としては、振り子を水平に近づけるというものがある。また地震動を検知した後は速やかに揺れを減衰させる必要がある。 そのため、適切な減衰定数となるように設計される。また微小な地震動を検知するために、倍率を上げる工夫もなされている。水平方向の揺れに対しては同じ仕組みの地震計を、南北と東西方向に配置して検知する。上下動の揺れは重りをバネで釣り、バネの伸び縮みを利用して検知する。地震の揺れは、 振幅がマイクロメートルレベルのものから長周期大振幅によるものまで様々である。例えば人間が気づかない微小地震では振幅は数ナノメートルで振動数は数十ヘルツであり、地割れが起きるような巨大地震では振幅は数メートル周期は数十秒から300秒を超える程度にもになる。地震計は目的や用途に応じて 次の種類が存在する。例えば、地震発生直後に行われる臨時地震観測では、機動性に富んだオフライン型のデータロガー付きの地震計を併用し緻密な観測網を短期間構築し数ヶ月余震観測が行われる。高感度地震計は微小地震による振幅の検出を行う。無感地震等の微小地震は世界各地で数多く起きておりこれらの情報を 蓄積することで、地殻構造の解析に用いられる。微小地震活動の研究は、地震の中長期的な予測にも貢献している。測定周波数範囲が広く、大地震の検知や、遠く離れた震源から伝播する、ゆっくりした揺れまで検知し、主に地球の深部構造である地殻の研究や、震源メカニズムの解析に用いられる。この種の地震系では、 STS-1 または STS-2 地震計が主力である。温度変化や気圧変化に敏感であるため地下の横向の奥に設置されることが多い。固有振動数が低い重りを用い強い揺れを記録する。震度計は強震計の一種である。日本の地震の震度の観測と発表は気象庁で明治17年。 1884年以来100年以上に、わたってすべて職員の体感で行われていた。震度計は、気象庁が平成3年、1991年に、世界で初めて開発し、平成8年、1996年4月からすべて、震度計による観測に切り替え、体感観測を廃止した。日本では、国の機関、気象庁、防災科学技術研究所、 国土交通省や自治体、大学、民間企業、高速道路会社、鉄道事業者、NTT、ガス会社、電力会社、建設会社が独自に地震観測を行っている。現在、これら各機関の共振系の設置台数を総合すると全国で1万台を超えると言われている。震度の情報は国民生活への影響が大きいこともあり、 地震波を計測する地震計、共震計も改良が行われている。これまでは身近な構造物に被害をもたらす固有周期が0.5秒から2秒のやや短周期の地震波に感度のピークを設定することが多かった。しかし近年はより長大な構造物が増加し、固有周期が2秒から20秒のやや長周期にまで感度のピークを広げて設計している。 大規模災害につながる断層地震ではさらに20秒から200秒の長周期が現れることが知られており、これを観測する共振計も設計されている。サイズ模型、非サイズ模型に分類され、いずれも用いるセンサに機械式、電気式がある。サイズ元とは、英語の地震系、地震系、地震機像などにある地震を意味するサイザムや地震。 振動の窃盗後のサイザム、もしくは地震のを意味する連結子のサイズもマイナスを起源とする、5である。代表的なものを以下に示す。地震の揺れを速度、加速度、変異の情報として記録するために加速度計、変異計、速度計の分類に分ける。原理的には非常に長い振り子を使うと変異計に、短い振り子を使うと加速度計に、 振り子の振動子を粘性流体中に置くと速度計となる。一般的に変異を求めたい場合には、加速度計の記録を2回積分するか、速度計の記録を1回積分する。変異計の記録ならば、処理の必要がないが、変異計は場合によっては、振り子の長さを数メートル、振動子の質量を数百キログラムにする必要があるため、その兼ね合いが難しい。 現在は揺れの大きさについて、加速度計の記録をそのまま用い、加速度の単位である丸で表すことも多い、変異量メートルで表すこともある。海洋艇での地震を測定する目的で開発され、設置される。海底ケーブルを使用して、データを転送する形式や超音波でデータを、水上の船舶に向けて送信する機種や半、動体記録装置を備えていて、 不上に観測機材と共にデータを回収する機種がある。海底ケーブルを使用してデータを伝送する機種はリアルタイムでデータを伝送できるので通常の観測と並行して津波警報発令等の目的で使用され、すでに現役を引退したものも含む地震系の設置環境によっては本来の地盤の応答を正確に記録できないことがある。日本国内で発生した地震においても 震度計が周辺のものに比べて際立って高い結果を出すことがある。その理由として、地震計の設置された地盤や路盤によるもの、崖の周辺や低地への設置などと、地震計そのものの設置状況によるもの、地震計と土台の間に隙間が空いている、地震計が傾いているなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。